はい、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。おうちで過ごそうキャンペーン第3回目の収録でございます。2週間ですね、動画の方、ちょっとお休みさせていただいたんですけれども、コロナ対策の、都合上ですね、なかなか撮影できない期間が続いてしまいましたので、その辺は視聴者の皆さんに、謝らせていただきます。大変申し訳ございませんでした。前回の、動画でも少し打ったんですけれども、シンフォギア2ですね、こちらをビンゴバトルで、対戦していただきたいと思っております。それではまずはですね、今日来ていただいた参加者の店長の方々を紹介していきたいと思います。こんにちは、はい、四街道店の一文ちゃんこと山脇です。よろしくお願いします。お願いします。茅ヶ崎店のラッキョこと井手です。よろしくお願いします。風店のイトピーこと伊藤ピーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平塚店の山ちゃんこと山ちゃんです。はい、ということで、本日は、こちらの4人の店長に集まっていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日もですね、しっかりと、ソーシャルディスタンスを取りながらですね、アルコール消毒等をやりながら、感染防止に努めながらですね、撮影をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで今日はシンフォギアを使っての、ビンゴバトルというところでですね、まずルールを簡単にですね、説明していただきたいんですが、はい、本日は、3人の店長に対決していただいて、1人の店長には、ジャッジというかレフリーというかね、やってもらうんですが、はい、それではその辺の説明を井手チェアマンの方から、よろしくお願いします。今回は、この、ビンゴを使って、はい、メンバー皆さんには対決をしていただきます。はい、で、そうですね、4×4 で16種類ありますので、はいはい、まあ、これをあの各あの店長が、ね、クリアをしていただいて、まあ、ビンゴを目指すという形で、はいはい、ゲームを進めていきたいと思いますので、はい、これをね、あの見ていただきながら楽しんでいただければなと思います。はい、どこの列でも一列できればビンゴ達成と。縦でも横でも斜めでも、はい、まあ、この縦でも、はいはい、どこでも一列できれば大丈夫と、そういうことですね。はい、ただまあこれを見る限り、はい、まあ、結構難しそうなね、ビンゴ表になってるなと思うんですけれども、ね、はい、まあ、メンバー的にもね、はい、あの引きが強い人とね、はい、すごい引きが弱い人もいるんで、はいはいはい、簡単ですね。いや、簡単ですか。簡単ですね。簡単って言ってる店長もいますからね。どうですか、それぞれ皆さん自信とかね、ちょっとあるのか、ちょっとね、あの山木店長から聞いていきたいですけどね、まあ、リンゴ表を見て、はい、ご覧いただいた通りのメンツなら、はい、まあ、僕かな、あ、まあ、まあ優勝できるんじゃないかということですね。間違いないかなと思ってます。はいはい、なるほどなるほど。じゃあ、イトピー店長どうですか。いや、僕引き継用の第一人者として、はい、2列ぐらいはいけるかな。2列大きく出ましたね。はい、もう余裕ですね。はい、はい、あ、じゃあ山ちゃんどうですか。いや、このメンツだと。いや誰も負ける気しない感じですね。この辺とかですよね、多分。400回転余るとかね。はい、いうことで、今日はね、あのじっくりと、シンフォギアを打って、いろんな演出ね、見ていきたいなと思ってますんで、はい、まあ、普段ねキコナチャンネル、見てるくれてる視聴者の方々にね楽しんでもらえるような、動画に今回もしたいと思いますので、はい、ぜひともご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、本日の、実戦機種、戦機でしょう、シンフォギア2でございます。大丈夫ですか、準備の方は。はい、OK、はい、でーす。やってます。よーい、スタート。よろしくお願いします。はい、ということで、イデチェアマン、はい、ちょっとチェアマンです。スペック説明をね、お願いしてもよろしいですか。フィーバー戦機でしょう、シンフォギア2、はい、大当たり確率が 199.8 分の1、はい、右打ちの図柄ぞろいは 7.6 分の1、はい、突入率は 51% で、継続率が 82% になっております。はい、まあ、基本的には前回のシンフォギアと、まあ、遜色なく打てるような感じになってまして、はい、まあ、前回より、ね、突入率が上がってて継続率も上がってると、はい、あとは前回のシンフォギアでなかった、右打ち時の、ね、はい、時短の回数が、増えているという特徴があります。はい、キコラチャンネルの生放送とはちょっと今回はね違いますから、そうですね、時間1時間の放送時間が、有機時間が終わったら終了っていうわけにはいかないわけですから。いや、そうなんですよ。いつもね、はい、山ちゃんが、はい、いや、時間があれば時間があればって言ってますけど、はい、今日はたっぷり時間ありますから ね、時間があるので、しっかりね、はい、ビンゴを達成するまでね、皆さんには頑張ってね、はい、打っていただきたいなと思います ね、まあ、ね、400回ハマるっていうのもあるんでね。あ、ビンゴ表にね。そう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 、あ、そうね、ビンゴ表に400回ハマるっていう項目もありますし、まずはそれを狙おうかなと、はい、そこからいきなりそこ狙い。お、全長的な山ちゃん、はい、これプレミアムかな。プレミアムそれはチェアマンにね聞いてもらって、山ちゃんそれ通常ですよ、通常これ発展しちゃうもんね。おう、まあ、まだね、いや、あ、まだ疑似2だね。そうですね、疑似3じゃないですか。ギジさんもう1トン。おー、ギジさんということは、ビンゴ表一つ開きましたね。ありがとうございます。はい、ギジさん、はい、いや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 、まあ、これは誰でもいけるやつですからね。はい、いやー、いいのかな、もう早速2つ開けちゃうけど。あ、当たればね。あれ、いつも通り、いつも通りの。まあまあ、そうですね。はい、ありがとうございます。一応ね、ギジさん、そうですね、一応ビンゴ表はこれで1個丸がついたということで。あ、まあ、そうですね、一歩リードですね。一番乗りですね。一番乗り、はい。でも山本店長、ほら、普段はほら千葉の店長集結とかでね、いろんな店長と放送することはあっても、はい、そうですね、なかなかあれじゃないですか、山ちゃんとか初共演ですか。そうですね、これギジさん扱いになりますかね。ギジさん、ギジさん、はい、追いつきました。はい、これで一つ、今緊急事態宣言が出て結構皆さん、お家で過ごしていることが多かったと思うんですけど、はい、それぞれ皆さんどんなことをして過ごしてたのかっていうのがちょっと僕個人的に気になるので、はい、まあ、じゃあ山ちゃんからじゃあ聞いていきましょうか、順番にね、まあ、はい、何してました。僕はもう本当子供と、あー、家で、はい、家でトランプとかババ抜きやってました。いや、いいじゃん、いいお父さんできたってことですね。ババ抜き家で。あとだからやっぱり普段なかなかできないそのお風呂掃除とか、あー、そうね、家事の手伝いをねやったりとか、はい、そういうのやってたと。はいはいはい、山脇店長どうですか。僕も家で今プレステ4でモンハンをずっとやってるのと、あとあれ一回千葉の店長たちだけでオンライン飲み会しましたよ。あ、すごい流行ってますよね今ね、で流行だね。そう、しかもね4時間ぐらい長い、めっちゃ長かった。いや、でもね、普段からね、集結放送とかもやったりしてますから、はい、仲いいですよね。すごい今ちょっと嫌そうでしたけどそんなことない、そんなことない、そんなことないけど。イトピー店長どうですか。僕もプレステ4でゲームをやってましたね。あ、やっぱゲーム、はい、あー、ファイナルファンタジー7。あ、新しいやつね。やったやった、やつですね。 あれと、あと中川翔子さんのそれの実況を、はい、ずっと見てました。イデチェアマンはどうですか。いや、チェアマンはみんなと違って僕真面目なんで、はい、
もう勉強してましたよ、ね、勉強ちょっと待ってみんなと、まあ、真面目なんだね私、はいはいはい、皆さんとちょっと違ってちなみにどんな勉強されてたの。いやもうやっぱり いろんな勉強してましたよ。いろんな勉強例えばなんか例をください。例えば、はい、例えばですね、あの床の拭き方から始まって部屋掃除のための勉強ってことですかね。いやいやその他にもね、はい、いや子供と一緒に勉強したりとか、はいはい、あれですよね、してますね。ゲーム機の使い方あ、手紙光った。あ、手紙放流が入ってますね。山ちゃんだけだよ手紙でわば言うのは今んとこ二人はひっそりしてましたからね今、まあ、一応ね、一応手紙放流、一応ね、はい、え、アトロクさんは何やってたんですか。皆さんがやってたことすべてやってますね。あ、オンライン飲み会もやりましたし、うん、ゲームもプレステ4持ってなかったんですけど、ゲームをするために買ってやって部屋の掃除もやりましたし、うん、あとあのアマゾンプライムで動画見まくる、あ、うん、みたいな、まあ、そうですね、ネット関係ですよね。そうですね、だから本当に家にいましたね。あ、今技術さん行きそうじゃないですか。熱いやつを出したいですね。なんかそうですね、やっぱ絶賞リーチ見たいですね。こう話題をかっさらいたいですね。そうですね。あ、疑似さん、はい、ということでこれでみんな並んだんじゃないですか。疑似さんようやく先生並びました、はい、確か前回、おうちでよくキャンペーン2回目のおあ絶賞、あ、絶賞だね、行きましたね、あるよ、ある、本当にこれですごい、ほら来た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 、おー、当たりました、本当に早いでしょ。あ、でも ああいう感じだね。ああいう感じで当たるんだ。ああいうカットインだったね。なに、ギジさんと初当たり、ギジさん初当たりとプレミアム、いや、プレミアムじゃない。なんでプレミアム、それはない、うんうん、やばいやばい、まあまあまあ、まあ、はい、いいなということで、山木店長が、まず最初の大当たり、ありがとうございます。おめでとうございます。初当たりですね。さすが、はい、最終決戦どっちでやるんですか。バトルタイプで。バトル、そう、今回2個あるんですよね。はい、ショット。ほら、絶勝きた。絶勝きた。おお、おやば。見せ場が。うまいね。これでだからいいんじゃないですか。うまいうまい。これだから絶勝演出ここで取れますよね。はい、いや取れないよ。嘘。それはまた別々だよね。これだね。通常時の絶勝？なんでそんな辛いの？来ましたよ絶勝。さあ、来ましたね。意外と使ったり。絶勝パネルどうでしょう。これ山ちゃん出て外してほしいな。さあ山木店長どうでしょう。デイ、はい、来たー、いやいやいや、ちょっと勝った、素晴らしい、これは当たるよ先生、こうやるんですよ。おいおいおい、マジかー、うまいうまい、すごいよ、上手、うまい、ほら、すごい、うまい具合に、うまい具合に開いてるの、うん、あ、すごい、確かに、だから、次なんかどっか聞けばリーチになるみたいな、うん、あれ手紙、あ、7点、え、7点だ、え、7点してる、すげー、いや7点してるよ、7点マジか、イエーイ、すげー、7点これ外れたとしても、はい、7点7点ばっかりだけで、連敗だけで、オッケー、1マス開きます。お、いやー、しかも7で当たり、7で当たり、おめでとうございます。オッケー、まあやっぱ当たりますよね、また当たるよね、やっぱり7点でしょ、初当たりでしょ、ほら、え、だからこれ、え、これ入れちゃえばあと、そうですね、デュランダルだけですよ、うん、あとはさっきの手紙のあれが高速だったのか否かっていう、そうですね、ちょっと普通のが出れば、プレミアではないですね、プレミアではないですね、でもちょっと信頼度はやっぱ高いみたい、うん、なんかあと なんか絶勝っていう文字があるらしいですよ、絶勝になるんですね、これは当たりましたね、ブルブルしてる、はい、いいな、これで5連チャン、5連チャン、はい、折り返しですね、うん、あ、早いね、あっという間、いや私はもう400ハマってから一気に全部のいきますから、うん、とりあえずそこ、お、すごい、レインボー、これプレミアですか、違います、あ、そうですか、はい、あ、7点あれ7点7点7あたりなんかあるんだ、あったっけ、前回の見ててください、はい、はい、
7点ですか。7点してたんですよ今。おお7、おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、7点敗。これいやこれ7点敗じゃないでしょ。いやでも点敗ってリーチですもんね。うん、7点敗れば大丈夫じゃないですか。7点、7点、通常の7点じゃなくていいの。大丈夫、書いてない、書いてない、書いてないですね。じゃあ僕は今チェアマンしたいですよね。いや、書いてない、書いてない、通常の7点敗でしょ。チェアマン、チェアマンは通常の7点じゃない、通常の7点敗、チェアマン、チェアマン、なるほど、チェアマンは絶対です。アウェイだな。もう大当たり中の7点敗とかもうそういうのじゃないから。あ、そういうのじゃダメですか。だいぶアウェイだ。ここで抜けて99だったらもう1枚、もう1枚です。なんかでもその可能性があるってだけだからね。そうですね、終わっちゃうかもしれない。可能性もあるもんね。7点は抜けなかったんでしたっけ。7点はチェアマンの判定でダメって。辛口判定です、ね、めっちゃ辛いんですよ。右打ちの7点はね、これが最終回ってプラスアルファじゃないですか。ああ、そういうことですか。これ多分7回転目じゃないですか。全体の 15% ぐらいしかないですよ。 14% かな、7回転を超えるのは。で実はそれを超えたら99回転の方が割合は断然大きいです。11% と 3% だから。あ、なるほど。7回転で終わるのは 3% しかない。なるほどね。だから超えたら本当に99あるよこれ。あれ、さあ流れ星ある。でも役物閉まっちゃいましたよ。あ、終わる、え、終わる、終わる？終わっ！おお！いたー！え？これは？あ、これが？え？当たってるやつだね。当たってるやつですね。流れ星じゃないやつ。はい、なるほどね。プレミア？プレミア？じゃないですね。あ、そう。ちょっと待って、ちょっと待って。え？これさ、ほら。え？これ違うんじゃない？これ99だね。あ、これ99だ。そうだ、だって V ストック1ってなってるもん、だから。あー、そういうことだか。保留がないのに99あれば当たるからってことね。そう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 、まあ当たるでしょっていう話。あ、でも、あれでもいや、これ11だった可能性あるんじゃないの。今13表記。あ、13。あ、わからない、どっちなんだろう。いやでもこれはだって保留ない状態で V ストックですよ。あ、そうそうそう、だからこれはまあ時短実質当たるでしょうっていう。そうですね、99かな、うん、だからこれはシェアマンどうですか。いやこれね、時短 99OK ですか。 99ですよ。 OK、 やばい、はい、やばい、ありがとうございます、マジで。いやでもこれはそうだよね、うん、V ストック出ない、ね、やばいやばい。でもやっぱあの前半当たるときって伸びやすいですよね。あれ、今日誰の共感もないですよ。バッケン、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 これ通常ですかね。何これ、何これ、なんで右に、え、あ、すごい、これバッケンですよ、バッケン、チェアマン、バッケンです。ちょっと待って、バッケンスタンバイ中。バッケンリーチって書いてますよ。バッケンリーチ、バッケンエースだよ。ちょっとちょっとこれはバッケンエースだな。ちょっと表記の仕方に問題がすげーアウェーなんだよな、すごい。こんなリーチっていうかあるんだね。なんかな、チェアマンと先生が神奈川タッグ組んじゃったから、なんか辛口すぎるんだよな。あー違う、これね、 10ラウンド大当たりの後ののみ6回転目にバッケンエースが発生する可能性がある。でもこれさっき10ラウンドじゃないですよ。さっき4ラウンドじゃなかったっか。そうですね、え、4ラウンドでしたっけ。はい、はい、短かった。じゃあ罰金ってことでいいですか。あれ、え、本当ですか、さっき4ラウンド。あ、とりあえず10連やばあらあらあら、とりあえず10連。いや、すごいな、10連します。しました、1時間で。でもね、継続率前作より上がってますもんね。上がってます、さすが2。あれ今もう6個、しょうがない、6個あれだよ、6個空いてる、6個空いてる、6個待って16個中6個、ね、これで6個空いてますよ。いっぱい達成しちゃったら、え、それもまだリーチはないんですか。でもこれ見てください、リーチはないです。さあさあ、あ、終わっちゃう、あ、山木選手終わってしまった、終わっちゃう、ね、流れ星、流れ星来い、流れ星来い、おお、え、うまい、やばい、すごい、お、
な。でもドゥランダル保留変わる可能性がね。さあどう。おお、ミトピー当たり、2回目の当たり、おめでとうございます。強い要素あれ以外あったかな。僕2回連続するは嫌だなそれはね、打ってるみんなが嫌です。2回連続するは心が折られるやつですね。折られる。 あ、5はいけるね。さあどうでしょう。それ以上の発展ないのかな。これどのタイミングで途中でなのかな、最後だ。あ、青保留。そのまま行けばチャンスなんじゃないですか、確か。最後まで青だと。そうですね。そうですね。変わんないで。あ、か、え、難しいな。あ、変わった。あ、でも、まあ、赤、赤、赤保留。ちょっと待って。今3、370回転なんだけど。どうやったって、上がれば。ようやく回転はまればね、一マス抜けるのに。それちょっとあるあるじゃないですか。あと30回転待ってよ。あー、アイトピーはちょっと弱いね。あー、7点して。おお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 この音はプレミアですか。これプレミアじゃないですかね。違う。これ違うんですか。チェアマンそれ標準です、標準。プレミアじゃございません。あー、ブルブルした。あー、ということで、気持ちいい。これででも、ね、シンフォギアチャンス、GX、気持ちいい、GX、いけました。はい、おめでとうございます。あー、今のたまんない。はい、ということで、素晴らしい。あ、違うか。山ちゃん、これ熱いんじゃないの。熱いよね。せーだよ。あー、せーだね。うん。お、絶勝いって、どうせならどうせなら。さあ、絶勝いっか。ないと。絶勝はこれで一つ目負けたんじゃない。すごい。あ、山ちゃん絶勝リーチ。あらあら、70億の絶勝リーチ来ましたね。やーべ、山ちゃんがちょっとうるさい。いやさあどうでしょう。いやちょっとみんなに見せ場。でもあと30回転惜しかった。え、でも当たるかは分かんないですから、ね、デッショリッチ行ったって当たる保証はないですよ。確かに。さあどうでしょう。いやー、まあ、じゃあ見せ場。よし。ただ赤保留ですからね、一応。そうですね、はい。あ、これでも70億の絶勝じゃないですかね。これそうですね、はい、一応パネルは1個開けますね。ありがとうございます、はい、でもこれで外して400回転まで。ああ、そうです。それが最高ですね。ああ、確かに。ああ、いいじゃん。外れたらお得ですよ。どっちでもいい、どっちでもいいんじゃないですか。どっちでもいいですね。なんか文字の色は普通だったよね。はい、普通ですね。あれ結構外れるやつだよ。ここも白文字ですから ね、これは。さあどうでしょう。これは山ちゃん。頼むよ。当たりました。山ちゃん2つ開きますよ、初当たりと。あ、そうですね、70億。うん、だから3個。プレミアエースと4ラウンド3連続をやればいいですね。あ、そうですね、はい。来た、なんか出てきてる。なんか出てきてる。あ、でも、あ、こういう演出なのね。はい、3。お、3点敗ですよ、緑で。てってー。おー、うまい。出ました、てい。次がラストで、ラストプラス4ですよ、もう。これ、そうですね。お願いしますよ、お願いしますよ。ちょっとね、2連ちゃんはやめて、2連ちゃんは。やばい。あー、終わった。流れ星がある。さあ、流れ星。流れ星待ち。あれ、あの、復活は。ちょっと。実は99はないの。イトピー終わり。やばい。あー、イトピー終わった。イトピーも、4連チャン。4連チャン。はい。まあ、ぜひあれですね、営業が皆さん再開して打った際には、はい、皆さんもビンゴを挑戦してみてもらえば。同じビンゴ表持ってってね。あ、それは面白いかも。そうですね、うん、お店に用意しておきますか。 Twitter とかでこう使ってください。さあ、バッケンリーチが見たいですね。バッケンリーチ。赤保留。赤保留。これ全員じゃないんですよね。うん、これは普通。あれ、当たりました。ありがとうございます。初当たり3回目ですね。すごい。ちなみに今空いてるのが
イトピー1、2、3、4、5個。5個山ちゃんが 4つ。あ、そっか。4つも空いてるんですね。だからプレミアム出して4ラウンド3連続で僕いけるわけですね。山木店長7個。7個、はい、やっぱいっぱい空いてますね。さあ次はどちらで。これで20連チャン目、どうしようかな。すごい、やばい、20連チャン、すごい。イトピー最終回転、危ない危ない、やだ。緑だとちょっと弱いよね。で左の2個だったら結構きつい。あー、いやー、これはきつい。おすい、おいやー、強い。ちょっとた助け船もらってもいいですか。助け船、チェアマン。チェアマンプレイヤーですか。チェアマン引き強いんですかね。もう当たり前でしょ。チェアマンに助けを求めるんですか。ちょっとじゃあ、まあね、同じ、はい、隣のお店ですんで。あ、近所のお店の、はい、近所のお店のちょっと店長さんにお願いしようかなと。手紙保留が来たよ。あれ、だって僕の温度感は聞いて、僕の温度感は今始まったばっかだから。完全に白文字。あ、そうか、はい、もうイトピーあとデュランダルだけなんですもんね。デュランダル、もうリーチかかってるんですもんね。通常時は、うん、通常時戻ってデュランダルだったらいけますね。デュランダルの壁が、え、あ、え、当たりましょう。え、早い、人が変わったら2回転。イエーイ、ちょっと待って、何が起きたの。さあラストですけどどうでしょう。レバブル、レバブルない。でも通常時戻った方が、あ、そう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 、間違いない、間違いない、それは間違いないから。ビンゴを狙いますからね。間違いない。だね、はいはい。読んで V ストックってないですか、ね、あ、どうなんですかね。まあ落下したら多分7ラウンド。ああ、これはそうですね。ああ、いやー、これ大逆転見せたいな。全回転ですか。え、全回転、チェアマン、これ全回転にはならないんですか。うわあ、これなんすか。チェアマン、チェアマン、これ全回転。山田チェアマン、山田チェアマン、山田チェアマン、これはどうですか。どういう判定になりますか。これは全回転ですね。ありがとうございます。マジで全回転判定、全回転判定でいいですか。まあ、チェアマンは絶対ですから。いや、もうチェアマン次第ですよ。あ、まあ、全回転プレミアでいいでしょう。あ、リーチなんで、すごい、一文ちゃんもですね、はい、あとデュランダル保留。あ、それで揃わない。通常時にとあと保留全部手紙で、今ので全回転とプレミア2枚抜きですね。2枚抜き、枚抜き、やっぱ通常にプラリーチですね。で、僕はデュランダルか、はい、保留全部手紙か、通常時に戻さないと。あと400回はめるか。ぜひね、この動画出来上がった時にね、皆さん、YouTube のコメント欄ね、ぜひ書き込みにね、見た感想とかいろいろね、書いていただけると ね、我々も見てますから、そうですね、コメント欄まで、ぜひね、コメントください。そしてチャンネル登録してない方はですね、ぜひキコーナチャンネル、チャンネル登録していただいて、いいねボタンぜひ押してください。よろしくお願いします。お願いします。お、当たりました。10連達成、10連達成、これでイトピーまた1枚抜けますね。あっさり10連達成、あっさり。いやでも当たり10連達成はもう2名で出ますからね。あ、なるほど、やっぱ高継続する台なんですよこれ。そういうことなんですよ。なんかおかしいな。いや、これ当たりますね。それで当たりですね。当たった、はい、当たりました、はい、すごいな。29連チャン、やば、よし。あ、イトビーも当たりましたか。です、はい。なんだよ。ラストラスト、山木店長、
これさっき4ラウンドだったんですよ。あ、じゃあこれ本当決めないと、決めないと危ないやつだ。99回はないですね、これ。ちょっと弱そう。デイ、さあラストの流れ星、さあ流れ星、これは厳しいかもしれないですね。4ラウンドの後のこれ初めてです。そうですね、やっぱ10ラウンドの後だとちょっとあの気持ち的に余裕があるんですか。なんか当たるんじゃないかなと思える。さあどうですか。あ、どうだ、あ、2、1、あ、終わった、終わった。でもすごい、29連、すごい、素晴らしいですよ。丸の数は1、2、3、4、5、6、7、8、イトピが8、あ、8、追いついてきた。一問ちゃんが1、2、3、4、5、6、7、9、9、9で、ラッキョ店長4つ。ちょっと待って、ラッキョ店長じゃん。俺が4つみたいじゃん。全部なすりつけちゃった。なんか、あ、手紙、え、おい、え、ほんとだ、マジかよ、きたー、全手紙じゃん。全手紙。ビンゴは？ビンゴ。ビンゴ！マジですげえ！マジかよ。シェアマン。来ましたね今ね。いや確かに。すげえ。すごいすごいすごい。全手紙来ました。これが99っていうことですよね。そうっすね。え？あ、来ました？ベストック1。なるほどね。わあ嬉しい。当たった。確かに。ちゃんと当たるな。当たり。え、まだ当たったんですか。勝ちました。もうこれで大当たり30回引いてますから、ね、初当たり2回、すごい、おかしいよ。見て見て、絶勝。おお、またまた、なんで。今日ね、僕誕生日なんですよ。あら、え、あら、あら、そうなんですよ、実は。おめでとうございます。ありがとうございます。もうこれがお誕生日プレゼント。すごいっすね。そのたまたまの偶然も。ね。本当ですよね。そりゃ勝てねえわ。なんでここの枠はいつも通りなんだろうな。レインボーになってるじゃん。え、7？ 7。え、ちょ、今レインボーじゃん。だからこれ絶勝の前ですよ。おい。山木店長の7点は空いてる。7点はこれで空い、これで空きですか。もうどうですか、チェアマン。空けましょうか。もうビンゴしてるしね。もうしてるからね。お、うん、なんか音が違ったよ。うわ、レバブル。レバブル、手紙レバブル。あ、これかさ、高速点滅。金持ち、金持ち。それ高速じゃない？これ高速点滅。ちょっと、早い早い早い。ちょっとラッキョ店長、横に、右に置けとかね。あ、これね、それは光り方違いますね。ちょっと早いのかな。ちょっと早い。ピカ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 、うん、それプレミアに出して、プレミア。ゆるい、ゆるいから。すげえゆるい、神奈川。山ちゃん、疑似連なしです。あれ？それ1回転？お、6回転。やっぱりさっきの、あ、やっぱさっきの当たってましたね。当たってるんだね。お、7、7って超熱い、超熱いじゃない？7点じゃない？7点？7点じゃない？ちょっと待って。チェアマンから2やし。2。チェアマンから7点じゃない？おかしくないですか？なんで持ちかけるんですか？あ、デュアンダル。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 それ保留じゃないんですか？しかもね、ちょっと言えなかった。言えなかった今。イトピー大丈夫？イトピー大丈夫？あー、流れ星！すごいな。すごいな。終わる気がしなくなってきた。あ、すごいな。あ、熱唱。まあこれゴールドのカットインと一緒だよね。まあまあまあ、もうもらったね。まあ、もらった。おい、当たりましたー。当たるな、すごいな。ああ、2連、3連で終わっちゃいました。3連じゃん。これはでも、あ、赤文字、赤文字、ああ、終わり。はい、
ダメ嘘でしょあー単発でーす単発2回いやいやいやすごいこんな連チャンするんですね僕多分すごいっすね今イトピー何連ですか僕16でもだってちょっと待って17まで確定ですよ17まで確定、うん、29連出て17連出ておいおい2タンタンだよじゃあエンディングいきましょう。はい、エンディングに行きまーす。はい、ということでお疲れ様でした。本日はね、シンフォギアで、ビンコをやってきましたけれども、まあ、まずね、結果の方から先にね、皆さんには発表してもらいたいなと思うんですけれども、まずはじゃあ、ヒトピー店長からいきましょう。はい。1,2,3,4,5,6,7,8,9 個開けたんですけれどもはいなんとデュランダル保留が出なかったのでなるほど惜しくもビンゴになりませんでしたはいデュラン手紙の中がデュランダルは出たんですけど、ね、そうですね惜しかったですね、うん、あれが ね保留だったら良かったんですけど、はい、まあ見せ場ははい結構作れたんじゃないかなそうですねまあビンゴはなんなかったですけど何個開けたんですか1,2,3,4,5,6,7,8,9 個まあまあ開きましたねまあまあ開きましたはいうこと後半ね伸びも良かったですねそうそう17連チャンぐらいはい素晴らしい井出店長お願いします 1,2,3,4 見えない丸がいっぱい1,2,3,4 4つでございます4つということでちょっとね台の展開が残念な感じでしたけどねいつも通り通常時を見せられたと思いますねそうですねちょっとね、はい、あの打ってる台の調子はあまりよろしくなかったですねそうですね、はいまあ、私もねデュランダル保留じゃないやつはねあそうですね出ましたね出てましたしね、はい、もしかしたらプレミアだったんじゃねえかとか あれ7点の見間違いじゃねえかとかっていうのもあったようないろいろねいろいろありましたけれどもね、ちょっと今回残念な結果になってしまったかなという感じですね、はい、あ動画を見ていただいた方はねもう結果の方分かってると思いますけどさあお願いします僕は11個やば、はい、開けましたね11個開けて16個中11個開けてでここではいビンゴ達成ということで、はい、おめでとうありがとうございます無事素晴らしい宣言通り、ね、宣言通りね大、はい、当たり29連じゃん29連チャンしましたそれはねやっぱすごかったですね、はい、素晴らしいあと4ラウンド3連続があったら、はい、2ラインに、ね、2ラインイケメンでしたねはいということで、はい、もう今回も大活躍、ね、いやー素晴らしい、はい、最後良かったですね保留全部手紙が来たんでいやそうですね、はい、あれのおかげでん、うん、ビンゴとなりましたはいありがとうございますお疲れ様でしたはいすごいそしてあれ山ちゃんどうしたのはい、山ちゃんは何個埋まったの？あ、僕ですか？はい、僕ね、一応つけたんですよ。つけてみたよね。何ですかね。一人だけめちゃめちゃでかいやつ。全部丸いやつ。これなんですか？チェアマンだから？チェアマンだから。ね、チェアマン権限を使いました。いやいや、僕チェアマン僕だから。ずるすぎる。だいぶ途中からね、あの緩くなったあそうですね、ルールがね、だいぶルールが緩くなりましたけどね実際先生が本当にやったの、ギジさんとギジさん初当たり70億ぐらいですか あとこれですかね、はい、僕の方が4つですね4つねあはい、いうことでねまあちょっとねまあ残念な結果でしたけれどもまあいつも通りでしたねそうですね、まあ、通常という感じでしたけれどもね、はい、だ今回ね、本当にあのビンゴ達成したのは、お疲れ様の山脇店長ということでね。いや素晴らしい。なかなか達成できないんですよこの内容で。うん、すごいですね。すごい。いい勝負になったなっていう感じはしましたね。そうですね。はい、ということで、この辺でね今日の、動画は終わりたいんですけどもね。やっぱりちょっとね最後に一言ね。はい。まあチェアマンからいただきま、はい、ましょうかね。はい、はい、一言ねはいお願いします。はい、はい、動画の方は最後まで、ご視聴いただきありがとうございます。店舗では現在ね営業を再開する、準備をしております、皆様にももう少しでお会いできるような、時期になってくるかなと思いますので、今後のね再開に向けては
店舗のポスターだったり、SNS、ホームページなどで、ご案内させていただくことになると思いますので、皆様ぜひともお近くのコーナーの方まで再開が決まりましたら、ぜひ足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、といったところで、本日の動画は、この辺でお別れしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。